アドデック9を世に発表した創薬センター長の木戸もまたその莫大な利権に取り込まれた一人に過ぎなかった。未完の新薬のために繰り返される人体実験、八神はその証拠を手にしたかに見えた。しかし全ては闇に葬られる。人類を救う新薬、その正義の名のもとに。そんなわけで綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは泉田検事にかかってる。問題はその場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前にご報告、源田先生も綾部刑事も八神さんが弁護人ってことで了解取れました。インチキ弁護士のカムバックか。そうなるな。じゃあ早速これからの動きを打ち合わせたいんだけど、まず一つ目これから杉浦をなんて呼ぶ？そんなことかよ。寺沢だろ。いいよ杉浦で、めんどくさいから。うん、じゃあそれで。これから僕らでどう動くかですけど、僕は例の軌道をもう一押ししたいです。沙織さんのセクハラビデオでこっちの証人にできませんかね。なるほど。それ以外には？事件と直接関係あるわけじゃねえんだが、松金組の門に気になる動きが出ている。後でお前と少し話したい。わかった。何か？なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今もエミちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。うん、そうだね。大久保と面会すんの？八神さん。ああ、本当はお前にも来てもらいたいけど、一般人が死刑囚に会うのは。分かってるよ、そういうもんなんでしょ。これからすぐ大久保と会いに。そうだな、会いに行ってくる。あのさ、八神さん、大久保に会うなら伝言頼んでいい？ん？どんな？今度一緒に恵美の墓参りに行こうって。簡単に言うけど大事だな。それを実現するためには片付けなきゃいけない問題が山ほどある。でもそうならなきゃ大久保は死刑なんだよ。殺人鬼の汚名を着たままね。なんとかする。八神さん、大久保のことを助けてあげてよ。わかった、伝言も伝えるよ。
どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。そんな、信じられないです。本当に？あいつは最初杉浦って名乗ってた。文也君が？そうですか。彼とは恵美が死ぬ前に一回だけ会ったことがあって、でもお互い人見知りだったんでろくに会話もしなかったけど、その後裁判の時は彼ずっと俺を睨みつけてました。俺は目を合わせることもできなかった。君に伝言を預かってる。え？あいつはこう言ってたよ。今度一緒に恵美の墓参りに行こうってさ。そうですか。文也君が俺にそんな言葉を。ああ、行けたらいいですけど。綾部の裁判がもうすぐなんだ。そこにアドデックナインの黒幕を引っ張り出す。一ノ瀬って厚労省の事務次官を。できるんですか、そんなこと。担当検事がこっそり俺ら側についてくれた。その裁判の場でアドデックナインの内幕を追及する。大久保君が無実だってことも主張できる。もうずっと諦めてました。どんなに声上げたって誰にも届かない。人殺しにされたまま俺は死ぬんだって。でも文也君にも分かってもらえたなら希望が持てます。世界で一番俺を憎んでいた彼が許してくれたんなら、みんなにも分かってもらえるって。もう少し辛抱してくれ。あと少しだから。何か松金組のことで話して。ああ、松金組の始末がついてねえんだ。親父が死んだきり組員たちはバラバラになってる。特に若い者の行き場がなくてよ。それをまとめる人間は剣吾ってのがまとめようとしている。お前も何度かやり合ったろ。若造だが頭には可愛がられてた。ただそいつが今ちょっと問題でよ。どんな？俺と一緒に来りゃ分かる。どうする？どうだ、俺と松金組に行くか。分かった、行こう。今ちょっと面倒なことになってんだ、松金組は。悪いが付き合ってくれ。海藤さんは呼ばなくてよかったのか。兄貴は波紋の身だぜ。それを事務所に入れちゃ筋が通らねえよ。そっか。とにかく来てくれ。俺一人じゃ連中を止められねえ。止めるって何の話だよ。まあいいから。
らく寝とけって。加減にしろよ。よう、ケンゴ。東の兄貴、やっと連れてきてくれたんすね、八神さんを。あ？落ち着け、大丈夫だ。俺に何か用でも？親父の仇を。八神さんなら知っていると聞きました。つまりモグラの正体をですよ。俺らにも教えてください。敵を討ちたいってことか。討ちたいんじゃなくて、討たなきゃダメなんですよ。俺ら極道なんすから、ぶっ殺してやらねえとさ。お前らには無理だよ。んだとこら、俺が何言っても納得しやがらねえ。そんなの俺にどうしろって。弁護士だろ、いい感じに説得してくれ。うだうだ話してたってしょうがねえ。モグラの正体言ってもらうぜ。言えねえなら言いやすいようにしてやるよ。おい剣豪、松金組は俺が立て直します。もう兄貴を引っ込んでる。舐めてんじゃねえぞ。
モグラの正体が知りたきゃ教えてやるよ。え？おい。誰だ？カムロ将、素体の黒岩だ。でかっかよ。でもな、そいつだけじゃ終わらない。黒岩を道具に使った連中はまだ別にいるんだ。そいつらはヤクザの暴力で潰せる相手じゃない。ふざけんな。俺は今度裁判で連中の黒幕と対決することになってる。お前なら黒岩もその黒幕も潰せんのか。俺は15の時からおやっさんを本当の父親だと思ってきた。付き合いもお前らより長い。だから親父の敵討つ役目はさ、ひとまず俺に任せてみねえか。八神、世話かけたな。いや、あとはよろしく。お前らでもし黒岩をぶっ殺したって、やつはトカゲの尻尾だ。八神に任せてやってくれ。できることならやつに手貸してやってほしい。よう。東のやつが面倒をかけた。どっかで覗き見でもしてた？まあドローンでな。その手があったな。松金の親父もやられて、組のもんはみんな糸の切れたタコみてえになってた。それが少しは頭冷やせたようだ。お前のおかげでな。ありがとうよ。なんだよ気持ち悪い。素直じゃねえな。ま、一応礼は言ったぜ。ああ。僕は木戸と話したいです。木戸を弁護官。あいつの弱みは握ってるしな。ええ、沙織さんのセクハラビデオですね。あれさえちらつかせれば木戸も僕らを門前払いで行きません。八神さん、創薬センター行きますか？わかった、行こう。タクシーで行きますよね、創薬センター。もしもし。しばらく寝とけって。
で行かれますか。それでは出発いたします。やっぱり平気だったでしょ。うん、何が。アポなしでも軌道は合うって。あのセクハラビデオは強烈でしたもん。沙織さんのお手柄だな。どうも。お忙しいところお邪魔しています。座んなよ。あの、単刀直入に言います。木戸さんには今度の裁判で弁護側の証人になっていただきたいんです。無理ですよ。これでもですか。ずっと私を誘ってくれてたろ。取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。好きにすればいい。いいんですか。私が何証言したって一ノ瀬たちに勝てはしない。相手はアドデックナインの利権に絡む全ての人間、それに薬で救われる患者やその家族だよ。勝てるわけがない。そんな状況だからこそせめて裁判ではあなたの証言が必要なんです。私にそんな義理はない。ビデオはばらまきたきゃばらまけ。ばらまかれたらどうなるか分かってるんですよね。笑い物になってクビになるだろうな。私は破滅だ。だが一ノ瀬たちを敵に回すのはもっとごめんだ。まだ死にたくないんでね。島もなし。そんなに一ノ瀬たちが怖いか。怖いですよ。ビデオで笑い物になるのと殺されるのと、あなたならどっちを選びますか。あんたを殺させはしない。俺たちが守る。どうせ裁判には勝てないんですよ、私が何を言ったって。なのに証言なんてしたらあとはもう彼らの仕返しに怯える人生だ。殺されるまでね。一ノ瀬とは何か話したか。シャルルで黒岩に連れ出された後。彼らについては何も言えない。もう私に構わないでくれ。どうすれば協力してくれる。あんたはアドデックナインの一味だ。でも殺し自体はやってない。情状酌量の余地もある。無理だって。どう言われようが私は死ぬのが一番怖いんだ。ダメだな、これじゃ話にならないよ。私は負ける側にはつきません。勝てない時は戦わない、そうやって生きてきたんだ。つまり俺たちに勝ち目はないって。なら勝つための証拠が一つでもあるんですか。いや、正確にはあったけど一ノ瀬さんに握りつぶされたんですよね。あんたたちだって嫌ってほど力の差を感じてるはずだ。彼らを敵に回して勝てるわけないんだよ。なるほど。わかりやすいな。あんたがどっちについたかで戦う前に勝ち負けが知れる。つまり俺らにはまだ材料が足りないってことだよね。肝に銘じておくよ。まだですよ八神さん。こいつは僕らを舐めてるんです。例のビデオをばらまくって本気で言えば絶対に証言を。やるだけ無駄だよ。まずやってみましょうよ。
裁判諦めるんですか？諦めてねえよ。じゃあやりましょうよ。ビデオがダメならもうどんな手を使ってでも。無茶言うな。無茶？今更カッコつけてどうするんですか？逃げるんですか？星野！逃げねえってのはそういうことじゃねえだろ。僕は勝てるように意見しただけです。今度は仲間割れですか？うるさい！勝つ見込みができたらまた来る。もしそうなったら喜んで協力しますよ。期待はしてませんがね。八神さん、どう？カムロ町でやれることはもう全部済んだ感じ？ああ、全部済んだよ。そっか。いや、実はさっき星野くんから暗い声の電話があってさ、なんか八神さんの手が空いたら源田先生と話してほしいことがあるんだって。向こうの源田事務所で。え？何の話かまでは言ってなかったけど。ってことでちゃんと伝えたからね。よろしく。海藤さんも？さっき呼ばれてよ。星野くんは戻ってないか。そっか。ええ、どうかしたんですか？いや、ちょっとね。こっちだ、八神。ああ、どうも先生。なんか俺に話があるとか。まあ、そっちの人からな。泉田健二、お前んとこの探偵事務所は監視がべったり張り付いてる。ここだともう少し緩いんでな。またなんか悪い話か？いきなりご挨拶だな。いや、いい話だよ。たまにはそう来ねえとな。一ノ瀬が裁判に出てくる。説得できたんだな。問題なかったか？ああ、大丈夫だった。アドデック内の解説をこの私に。ええ、今度の裁判でぜひ。裁判というとカムロ町の例の弁護士殺しですか？殺された新谷弁護士は事件前、翔野先生宛てに電話をかけていました。とはいえ、電話は事件と全く無関係と思われます。カムロ町の殺人事件に翔野先生やアドデックナインが絡んでるだなんて。馬鹿げてますね。全くです。ただ電話をかけている事実がある以上、法廷ではなぜ無関係なのかを丁寧に説明する必要があるんです。なんと。心配ありません。電話の件など触れるまでもなく、アドデックナインこそ世界が求める新薬であり、翔野さんら研究者はその開発のために大変な努力をされておられるというお話さえしていただければ、それで皆納得します。なるほどね。でも私は研究者じゃないので、専門的な説明はちょっと。専門的という意味では直接翔野先生にお願いする手もあります。でも研究者というのは説明が難解すぎます。
裁判員に理解できるかどうか。ですので、ここはできれば一ノ瀬さんにお願いいたしたく。まあ、確かにこんなことで先生方の時間は割けませんしね。結構、お引き受けします。日程が決まったら厚労省までお伝えください。ありがとうございます。失礼。もう次があるものですから。うまいなあんた。一ノ瀬が断ったら省の法廷に立たせるような言い方だ。だろ？一ノ瀬にしてみりゃ法廷で省のにボロを出させるのは避けたい。他人任せにはできねえわけか。泉田検事はお手柄だったな。なかなか悪知恵が働く。うん？悪知恵？冗談だよ。感謝してるって。おかげで一ノ瀬を舞台に引っ張り出すことはできた。あとは手持ちの札でどうやつを追い詰められるかだけど。松金組の羽村はどうなった？あいつに証言させられないのか？どこかに消えたままだよ。おやつさんの葬式にも来てなかった。当たり前だ。どの面下げてくるんだよ。それよりいっそ黒岩とっ捕まえて自分がモグラだって自白させるか。またボコボコにされますよ。この前はちょっと油断してただけだ。やめろよ二人とも。おい、なんだよ。せっかく一ノ瀬が出てくんのにそっから先のアイデアはなしか。手ぶらで勝てる相手じゃないぞ。真冬からだ。どうした？綾部刑事のカジノガサ入れされてる。ラマンに今か？うん、さっき始まったところ。森田検事生のお膳立てよ。もう何人も逮捕されてる。なるほど。これで綾部の心象は最悪だ。裏カジノを仕切る悪徳警官は人殺しもやりかねないってか。検事生はさすがに痛いとこついてくるわね。ああ、一応お知らせまで。で、どう？八神くん、裁判は勝てそう？ベストを尽くすだけだよ。各方面から助けも来てる。真冬も連絡ありがとな。うん、それじゃ。検事生がカムロ町に来てる。綾部のカジノを摘発してるって。なら俺はもう退散した方がいいな。ここには来ないよ。いや、用心に越したことはない。カジノのガサ入れってことは当然黒岩も一緒だろうな。俺らはどうすんだ、タボ。検事生が直々のお出ましだ。向こうの過去の事情も聞いたわけだし、一言挨拶しとこうか。大丈夫なのか？半端な相手じゃねえんだぞ。少し様子を見てくるだけですから。行くぞ、タボ。綾部刑事の弁護人だ。いや、弁護士だからって入れませんよ。ご苦労様。彼なら大丈夫。私が責任を持ちます。検事生が？どうも。
八神さんはここの仕掛けご存知だったんでしょう。地下に闇カジノが隠されていました。へえ、そうだったんですか。ふん、綾部は大それた真似をしたものです。闇カジノから賄賂を取って摘発を見送ってやるなんて。おまけに警察の内部情報も裏社会に流していた。おそらく新谷弁護士はそういった秘密を知ってしまったんでしょうね。だから綾部はその口を塞ぐために撃ってしまった。突発的に警察の銃で。なるほど、検察はそういうストーリーで行きたいわけですね。まあ、込み入った話は奥でしましょうか。あんたのこと調べましたよ、森田健二生。10年前、ご家族に不幸があったようですね。誰かが告げ口でもしたかな。ついこの間までずっとあんたを信じてた誰かがね。ショーノのラボであんたの対応は異常だったよ。法の番人たる検察官が法よりもアドデック9を第一としてた。ここに来てだんまりはやめましょうよ。私の母は若年性のアルツハイマーだった。進行が早くてね。発病してから母はあっという間に私の顔も名前も忘れてしまった。私を見るたびに初めましてと言ってね。そして時には泥棒だの人殺しだの罵声を浴びせることもあった。症状が悪化していく母は見ているだけでつらかった。だが兄はその母を長い間ずっと介護し続けた。たった一人で。兄も私も若い頃から法律家を志してた。兄は毎日がむしゃらに勉強していた。私よりもずっと努力してたよ。でも結果は司法試験に受かることはなかった。なので私が一発で受かった時はさすがに心苦しかったな。でも兄は自分のことのように喜んでくれた。兄はいつも優しかった。続けてください。母の病が発覚した時も兄は母の体を心から心配していた。でも私の頭の中は葛藤でいっぱいだった。母の介護をすべきだという気持ちと法律家としてのキャリアを終わらせたくないという葛藤でね。そんな私を察して兄は私にこう言った。母のことは心配するな。お前は偉くなって自分が果たせなかった夢を叶えてほしい。それで自分は十分だとね。そして兄は24時間7年もの間自分を息子とさえわからない母のために介護を続けていた。私はその役目から逃げ続けた。いずれ何か破綻が起きると心のどこかで気づいていたはずなのにだ。あんたはその後悔からアドデック9のために一肌脱いだ。いつからだ。新谷弁護士が殺害された後私は
一ノ瀬事務次官から直々に腹を割って話がしたいと呼ばれた。一ノ瀬が直接？なぜ？一ノ瀬さんはいずれ我々検察がアドデックナインの闇にたどり着くと予測した。そしていろいろ調べるうち私にアルツハイマーに家族を奪われた過去があったと知った。それで一ノ瀬さんは私を話せばわかる人間と判断した。彼の提案は明快だった。アドデックナインは病に苦しむ患者とその家族、多くの人々を救う新薬だが、それを世に出すためほんの少し目をつぶってほしいことがあると。なあ、あんたこんな言葉知ってるか？ん？火は鉄を試し、誘惑は正しき人を試す。もし何かの犠牲と引き換えに不老不死の薬ができるなんて言われたら、あんたは多分何万人死んでも目つぶってんだろうな。私にも罪悪感はある。だからここまで君らに付き合った。ショーノは人体実験を隠蔽するために寺沢恵美を殺した。あの子が一体何をした？その罪を着せられて大久保新平は死刑を待ってる。いつ殺されるかわからない日を3年も送ってきた。でも彼が何をした？あんたの罪悪感は口だけだよ。自分が何してるか分かってんのか？黙れ。あんたの兄さんが果たしたかった夢ってのはそんなことだったのか？え？検事生！もう黙れ！黙れ！俺を黙らしたきゃまた殺すしかないな。俺は大久保君と綾部の弁護人なんだ。恵美ちゃんの無念を晴らすためにも黙るわけにはいかねえんだよ。タボ、黒岩だ。もういいんじゃないですか、検事生。この間はどう思う？もうピンピンしてんだな。手加減しすぎた。やろう。また二人がかりでかかってくるか？今度は八神と。何しに来た？あんたは目つぶっててください。得意でしょ。海藤さん、手出さないでくれる？なんだと？今度は俺の番だろう。こいつはおやすさんの仇だ。俺だって今までずっと我慢してきたんだ。いいね、かかってこいよ。安心しろ、攻防なんて野暮言わねえから。何が攻防だよ。お前は警官じゃねえ、ただの殺し屋だろうが。